はい、丸太町病院の管理課で医療事務をしております。2020年に入社しました。午前中は特に患者さん、外来の患者さんの答えを受付業務などしておりまして、午後になりますとその会計の処理、ほぼ1日の会計の処理などをしておりまして、他にも電話対応などまだちょっと先輩方に教えてもらっている段階なので、これからできることは増えていくと思います。はい、いくつかあるんですけれども、最初に学内インターンシップや学内の企業説明会でお話を聞いて、実際に楽和会、そのヘルスケアシステム の説明会に足を運んだところ、先輩方のお話を実際に聞くことができて、すごく好印象に思えたのが大きいきっかけになります。医療事務なので、患者さんだけでなく看護師さんや先生と他部署の人とお話をする、コミュニケーションをすることがとても多くて、それが一つのやりがいになると思いまして、たくさんの仕事内容がありますので、できる業務が増えると自分の成長にもつながりますし、この仕事のやりがいにつながるのかなと思います。職場の一人一人みんな明るくて和気あいあいとしていて、その先輩方は特に優しくて、時には厳しく丁寧にご指導していただけるのがとてもありがたく感じておりまして、すぐにこの先輩方に相談できる職場環境が整っていると思っております。特に大きな差はなかったんですけれども、その理由としましては、入職前にたくさんこの説明会や座談会などを設けていただいたので、この職場の雰囲気を知ることができたのが理由となっていると思います。日曜日は基本的にお休みなんですけれども、月に1回日曜の出勤がありまして、その代わりに他の曜日にお休みを取らせてもらう仕事制になっています。まだまだできないこともわからないこともたくさんあるんですけれども、初心を忘れずに日々の業務を一つ一つ丁寧にしていき、先輩方、尊敬している先輩方のような、こう迅速に臨機応変に対応できるような事務員になりたいと思います。はい、自分のやりたいこととかたくさん人それぞれあると思うんですけれども、実際チャレンジしてもらって悔いの残らないような就活にしてもらいたいと思いますし、自分のその性格に合ったような職につけると、入職後もギャップ感じず楽しく仕事ができると思いますので、頑張っていただきたいと思います。本日は貴重な質問ありがとうございました。ありがとうございます。